皆さん、お疲れ様です。ミントです。本日 TFD のアップデートが来たらしいので、ちょっと見ていこうかなと思います。何やらね、このオープニング画面、ログイン画面か。ログイン画面もちょっと変わりましたね。フレイナの暗号化保管ショップって、どういうこと？ でもなんかすごい豪華じゃない？結晶化の触媒に、武器素材に、で、ブーストがもらえるって。で、31ハロウィンまでやってるそうです。さあ、ちょっとファーストディセンダントは、一応ね、ちょこちょこはやってるんですけど、武器の素材集めとか。で、そう、今回はそのマルチで進行クエがね、できるようになったっていうんで、ちょっと行ってみたいな。進行クエだからちょっとエイジャックス射撃先ミ生サイで行ル。こうか。エイジャックス先生で行きます。でね、武器もね、ちょっとね、新しいのゲットしました。ピアシングライトを今育ててて、これヘイリー用ですね。ヘイリーちゃん用に育てて、で、キングスガードランスも、なんか修正が入って強くなったらしいので、これ集めてます。で、あとはね、アルティメットフレイナちゃんが来月、来るそうなので、アルティメットフレイナちゃん用に、この、ホールンホープをゲットしました。ちょっとこれについてはまた後ほど、話していこうかと思います。とりあえずは、ちょっと一番気になる進行ミッションマルチ来てるの。不毛の地と白夜。こっちはドローンか。で、エネルギー。逆配列エネルギー。なんだ。これドローンじゃなくて。あ、人工頭脳か。脳みそみたいです。脳みそ。どうか。忘れられた。あ、できる。公開作戦。おお。そうなんだ。ゴールドを稼ぐのに、いいですからね。進行ミッションは。125万もらえる？ よし、行ってみよう。マッチするかな？マッチしました。しまった。サンダーケージ持ってくればよかった。いっか。ちょっとまだ今育ててる武器がかなりちょっと弱いんで、サンダーケージ、サンダーケージどこ？あったあった。サンダーケージ。おっと、フレイナちゃんいるね。そのカバンを持ってるということは XBOX ユーザーですね。 よいしょ。あれ、なんか待って、コントローラーがなんか設定また変わっちゃったから、なんかすごいバイブレーションが入っちゃってるな。ちょっと後で設定見直さないと。そう、アプリがなんかね、ファーストディセンダント来ると、なんか知らない店長で設定がなんか変わっちゃったりとかしてるから、あ、そうだ、どこに持ってくんだ。あ、そこか。よいしょ。これで？これ久々すぎて、久々すぎてわかる。ちょっと、やり方が、忘れてますね、完全に。あ、そうだ、エイジャックスさんいますね、味方に。人工頭脳を詰めて、で、これどこ持ってるの？わ、すごい、6だ。
行きましょう行きましょう。なんか先どんどん行っちゃってるけどいいのかな。ね、グラップリングのこの待ち時間なくしてほしいよね。ああほらこの味方にグラップリングが当たっちゃうと飛べないんですよ。これ修正してほしいですね。ポン太郎さんだって。ポン太郎だってミントポンだからなんかちょっと親近感名前が復活制限。あ、これか。ここのモスか。なんだっけ、そうそう、このチューブのやつを壊すんだっけやばい、ちょっと進行クエスト1週間ぐらいやってないだけでもう結構忘れてる。これ壊してその間にできるんだって。いやーでも楽だわ、マルチだとめちゃくちゃ楽。なんだろう、すごい楽だし楽しいわ。普通にやっぱみんなでできると。これそうだそうだ、シールドなんだっけ。シールド、あ、は剥がれてるか。下の黄色いのが、そうそうそう、これあれす、なくなっちゃうと無敵にまたなっちゃう。思い出してきましたよ。さあ次は、あ、いいね。そう、マッチほんと最初くらいやってくれたらよかったのに。え、これだったら全然面白いよ。これ何なんだろうね、この青い線で。あ、なんか、よし、オッケー。もうダブルドームですよ、これ。いた、これドームにいないの、この縦のやつ。で進行ミッション、あークリア、はい、いいですね。いやこれは全然いいよ、面白いよ。あ、いいアップデーなのではないでしょうか、これ。うん、かっこんちいいアップデーだと思いますね。お金入るし、うん、素材もまあ手に入るし、モジュールもね、いいじゃないの。よかったよかったあ、待って、え、ちょっと待って、戻れない。十字キーが効かない、アルビオンへ移動できないえ、どういうこと。あれ、あ、なんかバグってる。え、なんだろう、え、戻れないコントローラーがなんかおかしくなっちゃったかな。ちょっと待って、つなげ直して。いや、コントローラーは効いてる。え、ちょっと、あ、みんないないしみんなもアルビオン戻れてる。いや、なんか私なんか戻れないすぐ戻らないと、なんか戻れないバグなのかな、これ。戻りたいよ。しかも自動で戻れないっていう。これは、あ、ここからか。私のなんかネットがおかしくなっちゃったかな。壊れちゃった。インターネット壊れちゃった。いや、普通にできるぞ。ちょっとなんかバグっぽいのがあるっぽいですね。アルビオンに戻れない。なんかバグがあるっぽいなぁ。お金増えてる？わからない。最初いくらだったかちょっと後で見てみますね。で、なんだっ
け、あとエシモだっけ、エシモおじちゃんがなんか強くなるとかなんとか、でもちょっとエシモを持ってないんで自分はちょっと検証できないな。普通で面白いわしたらマルチでできると全然だって違うもん。ちょっとなんだろう、こうはしょられた侵入作戦みたいなね感じでできるから、ああれ、あこれ変わった、1これさ、プライベート収納箱さ、なんかここにあったんだけどずっとで、でもなんかここにあっても使いづらくって、正直あれなんかいつの間にかここにある。ああなるほど、こういうのもあれなんですね。それで、そうそうそう、最近ゲットした武器、ちょっと冒頭でちらっと言いました、これですね、ホーンループ、グレートレガシーは持ってたな。そうこれは保有アビリティがなんかすごい毒のやつなんだよね、と中毒状態の敵に命中すると銃器攻撃力アップで、倒した時に爆発する、これめちゃくちゃこのフレイナちゃんのもうための武器と言ってもいいくらいのやつで、これのすごいいいところはもう直ドロなんですよ、ゲットするのに。ホーンループ全部白夜峡谷だったかな、ホーンループ、これこれこれで、しかもノーマルなんですよ、これノーマル、ノーマルのそのミッション行けば手に入るんですよね、まあ確率ではあるんですけど、なんか比較的その序盤でも手に入る強い武器。これ自分もね、最初の頃もっと早くゲットしとけばよかったかなって思うくらいの武器で、しかもアサルトライフルだし、これおすすめですね、すごく。ちょっとまだ全然でモジュールも何も組めてなくて、育て中なので、まあ、ただちょっとクリティカルが低いのかな。でも固有アビリティがすごく魅力的なのでいいのではないでしょうか。一応毒強化と毒性伝導体っていうモジュールを入れてます。はい、これじゃあできたらまた、動画にしますね。はい、今回は以上になります。いつも見に来てくださる方、本当にありがとうございます。初めましての方は、もしよければチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。Codes of this level are child's play.